佐野城民から1902年12月7日は、明治期の日本の政治家。日本赤十字社の創始者。官職は、枢密顧問官農商務大臣、大倉卿、元老院議長。英典は、聖二久クと伯爵白尺。佐賀の七賢人の一人。名は、英寿英寿左衛門の。1823年、佐賀藩士。 下村三郎左衛門の五難として、佐賀に生まれる。幼名は、鱗三郎。1831年に、佐賀藩医佐の常印の養子となり、佐賀藩の前藩主、鍋島成名から永住の名を授かった。佐賀藩校、行動館に学び、1837年には、養父のいる江戸へ遊学、小賀道安に学ぶ。1839年、佐賀に帰り、 行動館で交渉学を、松尾塾で、下科術を学ぶ。1842年、佐野家の幼女、小真子と結婚する。1846年、京都で、広瀬本康の自習堂に入門し、1848年には、大阪の尾形公安の敵塾で学び、さらに木の国で、花岡青州が開いた春林県塾に入門する。敵塾では、 大村松次郎ら明治維新で活躍する多くの人材と地球を売る。1849年、江戸で伊藤原木の小船道塾に入門し、塾頭となる。江戸では、戸塚正解にも学んでいる。この頃に、勤労運動に傾倒を藩の知るところとなり、急遽佐賀に戻るよう命じられている。1851年、長崎に移り、家塾を開く。 1853年、佐賀に帰り、佐賀藩の清連法かしら人となり、藩主、鍋島直政から、英寿左衛門のの名を授かる。1855年6月に、長崎の海軍予備練習に参加する。同年8月に幕府が、長崎海軍練習所を開設し、佐賀藩から乗民ら48名が、第一期生として参加する。この頃に、藩主、 鍋島直政へ海軍創設の必要性を解き、自ら海軍署の責任者となる。1857年、佐賀藩がオランダから購入したヒ雲ンマルの船章となり、翌1858年、三越海軍署の監督となる。1863年、三越海軍署で、幕府注文の蒸気艦を製作する。1867年、 パリ万国博覧会に参加し、その万博会場で、国際、赤十字の組織と活動を見分し、オランダに行き、日清の建造を発注する。西欧諸国の軍事、産業、造船術などを視察して、翌1868年に帰国。1870年3月から10月までの8、ヶ月間。 兵部省進むに就任し、日本海軍の基礎作りに尽力する。しかし、マスダ・メら他の海軍担当官との関係は、良好とは言い難く、佐野の奮闘は空回りでしかなかった。悲免についても、同僚の船越守は同情している。1871年、初代東大島に就任し、洋式東大の建設に当たる。1872年、 博覧会御用係に就任し、日本の産業の近代化を目指すべく、同年3月に、初の間接博覧会を、湯島聖堂で開催する。1873年、ウィーン万国博覧会事務副総裁に就任して、ウィーン万博に派遣される。博覧会を通じて、日本の近代化に貢献し、博覧会男の異名を得る。 通訳は、アレクサンダー・フォン・シー・ボルトが務めた。アリス側の宮田ある日と新から、白愛社設立の許可を受ける佐野城民1875年、元老院議官となる。1877年2月に、西南戦争が起こり、敵味方の区別なく戦場で負傷した将兵を、看護する赤十字社の知識をもとに、白哀社設立請願書を政府に提出するが、 不許可となり、5月に、熊本で、アリス川の見当たる人新納から、白愛社設立の許可を得る。白愛社総長に、東伏見宮義明新納が就任。1878年、お牛久白と白愛社の総副長となる。1879年、日本美術の海外流出を防ぐために、留置会と呼ばれる、美術団体を発足し、 会頭に就任する。亡くなるまで会長を務め、芸術家の保護と育成に力を尽くす。同年10月には、中央衛生会会長に就任する。1880年、大倉卿に就任するが、翌年の政変で辞任する。1888年、数密顧門館に就任する。7月、万代山噴火の救援活動を行う。 1882年、元老院議長に就任する。1883年、大日本私立衛生会、後の日本衛生会日本公衆衛生協会が発足し、会頭に就任する。1886年、東京飯田町に白愛社病院を開設する。正会員認定賞1887年、白愛社を 日本赤十字社と解消し、初代社長に就任する。死者区。9月、日本赤十字社が、国際赤十字に加盟する。12月、日本美術協会会頭に就任する。1892年、第1次、松方内閣で、農商務大臣に就任する。1894年の日清戦争や、1900年の、義和団の乱で、 日本赤十字社は、戦時救護活動を行う。1895年、白尺に昇尺。白尺佐野城民の墓1902年、東京の自宅で死去、80歳。死に際して、区民当局日東家大受賞が贈られる。墓所は、青山墓地。佐賀市川添町には、佐野城民と三越海軍国跡の歴史館があり、 佐野城民に関する常設展示がある。ありがとうございます。